い、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。今日はですね、前回のね動画で出した、ツアーのね、ツアーとしては1本目かな、名古屋でのツアー1本目になります。で、今からね名古屋の方行くんですけど、その前にねちょっとお仕事の方が入っちゃいまして、デザインの仕事はお休みさせてもらってるんですけど、あのホームページの更新がね、あのお願いが来たので、ちょっとそれだけパッとやって、名古屋の方に向かいたいと思います。助かるのがねテザリングですね。テザリングをね、あのスマホの方契約しておいたので、前の時にね、なのでそういったものも、この場でパソコン開けば更新することができるっていう感じです。まさに役立ってますねこれ。ただね、前回やってる時にインターネットの共有をオフにするの忘れちゃって、そのままずっとね、共有したまんまで、数日間過ごしちゃったんですよね。 Wi-Fi 繋がなくても充電しようと思ってパソコンの方に繋ぐと、どうやら勝手に共有になっちゃうみたいで、それのせいでね、ネットのあのパケットの容量、ギガ数をかなり食ってしまいまして、便利は便利ですけど、やっぱりちょっとずつこうチェックは必要かなっていう感じですね。気をつけて使わないと、ほんともったいない感じになっちゃいそうなので、多分5分ぐらいで終わる感じですね、この更新は。サイトの更新もね、ちょっといろいろデータをダウンロードしたりとかしすぎちゃうと、多分すぐ容量いっぱいになっちゃうと思うので、気をつけないといけないですね。うん、 OK、 できました。更新完了したので、クライアントさんに連絡しておしまいにしたいと思います。 OK です。んじゃあちょっと僕はこれで1回飲み物をね買ってから行きたいと思います。行ってみよう。ということで、ツアーの方がね1日目終わって、帰ってきました。まだ家には着いてないんですけどね、コンビニに。うん、やっぱりね、あの名古屋で近いんで比較的楽でした。楽といってもね、まあちょっと多少気づかれはするんですけど、でそれでもね、なんかあたふたする感じもなく、うん、やれました。良かったです。なんかね、まあ、今回、名古屋のね、ところでやらせてもらったんですけど、結構ね昔お付き合いのあった方々とか、そういう方がね今回いろいろ来ていただいて、バンドというか僕の方がちょっとテンション上がっちゃって、なんか懐かしくなっちゃって、なんかすごいまた違った感じの縁があったので、すごく個人的に、いい初日になったなと思います。まあ、バンドの方もね、多少ねやっぱりあのライブなんでミスがねあったりとかっていうのはもちろんあるんですけど、比較的最後までね、いいモチベーションで、やっていただいたので、とってもねいい初日で勢いついたんじゃないかなと思います。やらせていただいたライブハウスさんもありがとうございました。とってもね良かったです。やりやすかったです。でまあ次、また翌日なんですけど、また名古屋1本ありまして、でそこからまたね、終わったら県外出てくっていう感じなんですけど、明日名古屋を、1本やって、でそこからちょっと長距離でね移動があったりとかするので、少し、今よりも大変な感じにはなるんですけど、なんとかね乗り切りたいなと思います。何気にね、2年前にやったツアーの時には僕2週間でね5キロ落ちたんですけど、今回もねこの2週間でどれぐらい落ちるのかっていうのを
少しチャレンジしてみようかなと思います。まあなんか食べないとかそういうわけじゃないんですけど、普通に食べながら、まあちょっとこう気にして、例えば今みたいにこう特茶を飲んだり、まあ、お昼ご飯をサラダチキンにしたり、抜くとさすがにね体力しんどいなと思って、まあカロリーも少なめではあるんですけど、まあチキンを食べたりとか、そんな感じでね体重の方を落としてみようかなと思います。まあ、スタートの体重をねすでに測るのを忘れちゃったんですけど、まあおおよその体重は分かってるので、そこから一体何キロ落ちるのかっていうのをね、この2週間でやっていこうかなと思います。ただあの動画的にはねなかなかあの面白くはないかもしれないですね。正直このチャンネルの方でそのバンドの演奏とかね、あの音楽っていうのを載せるのがなかなか難しいので、なのでまあ基本的には僕メインにはなるんですけど、ツアー回ってるとなかなかこう自分にカメラを回せないんですよね。それと同時にあのアーティストのねビデオクリップも撮らなきゃいけなくて、そっちをメインでやっちゃってるので、なかなかこう自分にねカメラを向けて話しながら撮ることができないっていうのがちょっと一個ね難点ではあるんですけど、まあ、ツアー自体は問題なく今のところ進めそうなので良かったなと思います。ということでね、まあ今日はこれで帰って、また明日仕事の方が少しね納品とかあるので、そちらを終わらせてからまた会場の方に向かいたいと思います。はい、ということでまた今日もおしゃべりのね動画にはなっちゃうんですけど、またね明日から頑張っていきたいなと思います。ということでミッチーでした。バイバイ。